横だ。イルガイからの長旅、ご苦労であったな。さあ、立ちなさい。今見てきたように、敦煌は平和、美しい町だ。東から溢れ出るか、西から広まってきた文化はこの町で出会い、混じり合い、さらに東へ西へと伝わってゆく。この素晴らしい町の平和を守るのが私の務めだ。これから追う経典を聖歌語に翻訳する仕事は、そのための重要な手段の一つなのだ。聖歌と吉見を通じていれば、なんとか平和は保てる。頼むぞ。これはの、ペルシャのルリヒ。これはクシャの車力。これはソグドのものだ。これだけ集めるのに30年かかった。金はいくらかかったかわからん。ここにあるのは、神は仏の経典から下は、ラクダ界の歌う流行り歌まで全てある。仏の教えだけではない。ゾロアスター教、キリスト教、マニ教、ヒンズー教、イスラム教など、古今東西あらゆる国の教えもある。古典も、法律書も、学術書も、歴史書も、裁判記録も、人間の知恵と知識が記された全てがある。私が全部集めた。全て私のものだ。この者たちは、写経と訳経をしているが、お前たちも、ここで仕事をしてもらおう。そして、もう一つ、誇るべきものが、私の敦煌にある。明日、あの緑のあるところが敦煌の誇る莫高窟だ。北梁溥儀、隋唐五代宋と700年にわたって国の王や貴族豪族が仏の供養に、あの名砂山の崖に千に近い洞窟を掘り続けてきた。こんな砂漠の、なぜ、どうして。弥勒菩薩だ。600年前、北梁時代のものだ。聖域の影響が強い。100年前、北魏時代のものだ。は力強い。300年前、唐の時代の傑作だ。何なんだこの魂を揺さぶるような。
これも唐の時代だ。壁の絵は釈迦の涅槃を悲しむいろいろな民族を描いてある。俺は坊主ではないが、こんな中にいるとなんとなく仏の世界にいるような気がしてくるな。ここは今私が作らせている私の石窟だ。この靴を履いた右手にもう一つ小さくがある。そこなら誰にも分からして。ここだ。運び込もう。これも一緒に埋めさせてくれ。すまない。